ぶっちゃけ受けた時受かったなと思った。受かったと思ってた。思ってた。尖りすぎてる。尖ってるからね。尖ってる、尖ってる。落ちた企業の広告とか見ると、なんかこう、グッてくるよ、ね、うん。あ、うん、みたいな。どうもこんにちは、春大メンバーの稲山です。タイトルをご覧の方はもうわかるかなと思うんですけど、僕たちサイバーエージェントを受けていて落ちてしまいました。はい、ということで、まあ、今日はこの悔しい気持ちを動画にして皆さんと共有できたらなと思います。早速やっていきましょう。ということで、じゃあお二人自己紹介お願いします。はい、中央大学3年生の久保田志音です。お願いします。立教大学3年生の西村です。よろしくお願いします。ということで、まあ、落ちた悲しいオーラがちょっと出てるかなと思うんですけど、はい、じゃあ最初1個目の、まあ、テーマとして、みんなどこら辺の段階で落ちたのかっていうところを伺っていきたいんですけど、じゃあちょっと塩本君からお願いします。僕はもう太刀打ちできないんですが、インターンの前で落ちちゃっているので、はい、みんなちょっと2人とは違うんですけど、はい、悔しい思いはしてますね。はい、うん、ぶっちゃけ受けた時受かったなと思った。いや、なんか手応えはあった。あ、いけたんじゃないかなと思ったんだけど、どまい何とも言えない暗さ。悔しい、悔しい、お疲れお疲れ。では西村ちゃん。私は人事面接で落ちました。最終の一歩手前。ぶっちゃけ受けた時受かったなと思った。受かったと思った思ってた、うん、面接終わった後に人事の人にどういう人と働きたいかって言った時に、結構私が言ったことに重なってて、いろんなこと経験してるとか、やりたいことはなくてもいいんだけど、なんか将来像がしっかりしてる人がいいっていうのが結構私に当てはまってたから、あ、受かったなと思ってたんだけど落ちましたねどうも、僕はありがたいことに最終面接まで進ませていただいたんですけど、最終面接の話が思った以上に盛り上がらなくてマジで落ちたなと思って話を落ちました。いや、なんか今さ、はい、割といろいろさ、うん、最終面接を経てるわけだけど、うん、なんかやっぱ裁判受けた時は、あ、落ちたなってやっぱ思う。もう 100% 落ちたなと思ったけど、うん、ちょっと受かってるんじゃないかなと思って、あー、右のね、メールちょっと見てたんだけど、うんうん、バチバチ落ちてた。バチバチ落ちてたで、みんな落ちたときぶっちゃけどんな気持ちだったかとか、まあ、なんか落ち込んだりしたのかっていうのを聞きたいんですけど、うんうん、じゃあちょっと西村ちゃんから、うん、めちゃめちゃ落ち込みました。落ち込んで、私が選考を受けたのがクリスマスのちょっと前だったんですけど、クリスマス、ね、クリスマスが去年土日だったんだよね、うん、そうだ。でクリスマスの前には結果が帰ってきて、うん、楽しむか楽しまないか決まるなって思ってたんだけどまあどんな結果でもクリスマスを楽しもうって思ってたんだけど、結局クリスマスまでに結果が来なくて、うん、だクリスマスの日もクリスマスイブの日も悶々としながら、土日結果返ってくるわけないのにめっちゃメールスクールして、あ、それ来ないなってなって、クリスマス終わって26日になっても来なくて、あ、まあでもサイバーってすぐ来る会社だけど多分落ちたなって思って悶々としたら年末の前に来たので、年末はもう今までにないくらい落ち込みましたね。だって第一志望だもんね。第一志望だったんだよね、うん、やっぱり今も就活してるけど、あんなに OB 訪問したりとか OG 訪問しようっていう熱意が湧いてくる会社なくて、全然その後 OB 訪問、うん、OG 訪問してないし、うん、なんか選考通ったらするくらいで、なんか本当にあの時が一番盛り上がってたかなって思うから就活すぎる、ね、やばかったね、うん、なるほどね、まあ、確かにそうかもしれない。じゃあクリスマス就活に結構さえなまれてたって感じ。そう、なんか占いしに行ったのね、クリスマス占いしに行ったそのためじゃなくて、うん、普通に人生占いに行ったんだけど、うん、なんか普通に聞いたよね、就活のことそうか、占ったとある、なんか広告代理店が第一志望で面接受けが待ってるんですけど、うん、どうですかね、うん、ちょっとあんまり良くないかなあんま良くないからって言われちゃったんだって言われて、でも あなたはお金は将来頑張れば稼げるし仕事には恵まれるって言われたからあれみたいな感じじゃあ次しおんくんどんな感じだったか。あ、そうですね、僕はなんかがっつり就活をしようって感じ始めたのがサイバー落ちてからだったんですね。早いじゃないですか、うん、サイバー専攻が。だからなんかこうやってて受かって専攻進んでいくにつれて、まあインターンの前結局落ちちゃったんだけど、うん、あ、やったーって気持ちはあったんだけど、うん、逆に言うとなんか落ちちゃってすげえ悔しくて、うん、だからなんか、ああ、もうこれは頑張らないといけないんだっていうふうに思い始めて、
でそれできっかけに長期インターンダイヤで働いてるけど始めたみたいなところではあるんで、まあなんかエンジンを入れるきっかけをくださった会社だなと思ってるんで、なんかその悔しいんだけど感謝はすごい感謝してる感じはありますね。だけどもともと第一志望だったよね。うん、第一志望だったね。病んだりしなかった？まあ、病んだ。でもなんかすごい思うのは、俺いつも言うんだけど、うん、なんか高校受験みたいに一回一つの会社しか受けられなくて、うん、落ちたから無職ですではないので、うん、なんか逆に裁判落ちちゃったから、じゃあキャリアとして、じゃあこういう目標に向かって歩むためには裁判っていう選択肢だけじゃなくて、うん、視野広げてみようっていうきっかけになったので、なんかポジティブ変化はできるのが早かったかなっていうイメージです、ね。なるほど、よかったございます、はい、いや今は、はい、どう、まあ、僕は、うん、ちょっと期待した気持ちあったから、うん、ちょっと悲しかったな。ちょっと悲しい。だけどもう次の日から飲み会でみんなに、あ、俺落ちちゃったって言ったら稲山絶対裁判向いてないとか、稲山絶対裁判にないって言われて、やっぱそうだよねと思って気持ち切り替えました。裁判で何をしたかったの？裁判で何をしたかったか、え、ぶっちゃけしたくなかったね。いや本当マジ、もうあの裁判さんには失礼なんですけど、なんかキラキラした会社で、まあ、なんか楽しく働ければいいかなみたいな、まあ、とりあえず内定取っとけばいいかなみたいな、その横島な気持ちで受けて結果落とされたんで、本当なんか誰も幸せにしない面接を受けてしまったなという、ね、まあでも人気企業だから、まあ、本当そう、ね、多いと。なんか誕生日の日に1月なんだけど、うん、サイバーが見えるレストランでご飯を食べたのね、うん、何してんねん。偶然、うん、私が予約したんだけど友達と行きたくて、いや自分で予約したから、そしたら見えるの、うん、背景にサイバーが、うん、でも最悪と思って、多分隣でご飯食べてた人サイバーの人でも顔写真そう、なんかバイト先にも結構来るのサイバーの人が、うん、多分サイバーのスタジオが近くにあって、まあ、最初はやばかったね。年末とか年始に来られると、なんか私御社落ちたんですよって言われて、尖りすぎてよ、尖ってる尖ってる。でもまあいいやと思って、うん、もうちょっと流すみたいな、それぐらい落ち込んでましたね。なんかさ、本当あの落ちた後に落ちた企業の広告とか見るとなんかこうグッてくるよね、うん、あ、うんみたいな、キュンってなる。そういや本当に。で僕たち今面接落ちたんで、うん、これから新卒で最後の権利失ってるんですけど、うん、セカンドキャリアで行きたいって思うかどうか、うん、お二人どうですか？僕はなんかどっかのタイミングで関われたら嬉しいし、うん、セカンドキャリアで入れたらすごい嬉しいなっていう風に感じてるね。なるほど。西野ちゃんは？私はノーかな。あ、そうなんだ。なんかもともと広告代理店志望で絶対セカンドキャリアサイバーって思ってて、うん、中東の採用の情報とか見たりとか、うん、結構そのマルチないろんな能力で、うん、あのチャンスがある企業なんだけど、うんうん、今私が結構業界の幅を広げて見てて、うん、IT とか人材とか商社とか見始めてるから、うん、なんかそこの会社とサイバーがマッチしないって。え、俺さ絶対行きたくないんだよね。あ、そう。もうなんで？なんか、いや、なんか嫌いとかじゃなくて、もうなんか落とされたからもうなんかそこには行ってやんないみたいな、なんかそういう、なんか振られたからもう無理みたいなマインドなんだけど、みんななんかそんな子供じみたマインドじゃないなんかちょっと自分が恥ずかしくなってきちゃった。あ、そうだね。どうなんだろうね。でもその気持ちはすげえわかるけどね、うん、いい人材になって見返してるぜ、うん、ウェーっと気持ちあるけど、恋愛で言うとさ、一回振られた相手もタイミングが合えばまたご縁があるかもしれない。確かに、ね、2年とか3年してまた合うかもしれない。ドラマチックだね。マッチングが合えば、うん、確かに、まあそうだね、縁があるかもしれないから、はい、なんか捨てないで。確かに、おっしゃる通り。説教師、はい、あのどう全然あの全然セカンドキャリアに行きたい気ぜひ行かせていただければと思います。そっちだよ。まあまあはい、いいんじゃないですか。ですね、はい、まあでもあれだよね、結局いろんな企業に落ちて最後進む企業が自分の人生だから、うん、いやマジでそうね、そう、本当になんかみんなも落ち込まないでっていうところはあれ、うん、はい、ということで本日の動画は以上となります。じゃあ皆さんも就活頑張っていきましょう。せーの、じゃあな。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。